Are you guys ready? Let's go. Ladies and gentlemen, this is Laugh and Music. FM Osaka 85.1. Tengar presents Midnight World Cafe. Tengachaya.テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ、テンガチャ、どうもこんばんは、ケンドコバシです。先ほどね、ちょっとあの収録の合間になんかスタジオの外へ出たらこうサーティワンのアイスがね並んであって、うん、高典さんハッピーバースデーと書いた、なんと高典が誕生日をね、はい、まあ、この前後に迎えたということで、いくつになったんだ、あ、39ですって言ったんですけど、39やねんやと。まあ芸人っていろいろ大変でね、まあ食うや食わざるやみたいな時代はまあ一部を除いてほとんどの芸人にあるんですけど、まあ、俺も今となってこうなんか貧乏エピソード勝負とかでもね、後陣を拝したことがないというか、なかなかの貧乏をしてきたんですけども、39って俺もう結構金持ってたいや、そうですね、いや大変ですよ、やすやすとねお笑い芸人になりたいなんて思ってる人多いと思いますけども、まあまあそれを楽しめるようなね人じゃなかったらなかなか、ほんでそれを楽しめるような人じゃなかったら無理ですし、貧乏って全く楽しくないですからね本当にしんどい、もう寝ても寝てもしんどいっていう状態なんで、皆さん慎重に考えてさあこの番組は妄想キャドに土曜日深夜キッチンの世界になります。39だな、多分結構稼いでたからテンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャイヤ、この番組はテンガの提供でお送りします。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャイヤ、改めましてケンド小林です。そしてツートライブ高典と周平魂です。よろしくお願いします。いやえ、東京に行ったのは何歳ですか？30代で行ったと。東京に行って、で滑らない話とか出たのがだから30ぐらいじゃない、30代でも俺30歳まで、はい、あのギャラ2桁超えたことない。おお、うわ苦労してますね小林さんも。小林さんでもそうなんすね。まあ俺は特別いじめられてたような感じやろ吉本にな。その時はもう十何年やってるっていうことですよね。10年ぐらい、10年ちょい。で露出も結構多い方やったし俺。ああそうですよね。小学校の時からずっと見てましたもんね。それで2桁行ったことなかったんですか？わ、それは衝撃ですね。それは衝撃や。それが周りでそんなやつおらんかったしな。あ、そうなんですか。もう14、15万とか平気でみんなもらってたけど。ああ、俺は最高で96,000円とか。おお、10万届かんかったみたいな。あはは、ちょっと心が今、休まりました。お前の年にはもう高額納税者そうやろうな社会に貢献して、社会貢献してる。あ、じゃあ30超えてからの伸びしろ、伸びしろがすごいですね。そうね、そうですよね。いや39はやっぱね重いですね。もう僕今年40になってまいりますからねうん、諦めるかそういう間になりましたね今。そうですね、そんな間、そう言わせる間になりましたね、すいません、言わしてしまいました、はい、すいません。僕らがやっぱ今の僕らの間、いやいやいや、うん、どうするよ。いやいや、やります。もうでもいい、ね、もうやる、もう、もうケツ割れないか。今から割ってもしゃあないですもんね。もうケツ割れないな。今日だからネット見てたゆったり感さんが今日解散発表してて、で記事見たら19年、コンビやってて、あそこで解散する決意って多分よっぽどな感じじゃないですか。きっかけはあれやったん、ザ・セカンドやったんか。そうなりますよね。ザ・セカンドがついに16年目以上の人にもこう、引導を渡す状態に。大変やな、お笑いは。いや、大変やな。でも、コバさんが30代までそうやったって聞いて、僕はちょっとだけ安心感があったというか、そっからそうなれんねやっていう。いや、でもお前もう40やろ。あ、ほんまっすね。今30のつもりで、話してる。いや、でもまあその、
ね、40からでもっていう、うん、え、でもほんまにお前ら30は2桁超えたことあったやろ、はい、いやないです、ないです、30はないですね、だって、30って言ったら、まだ芸歴6年目な、絶対ないです、もうないか、8000とかで喜んでました、あ6年目やったらないわな、はい、バイトにプラスで8000入ってきたと30はないですね、僕、はい、結婚したんが2017年の時点で月収4万とかでした、うん、たまーにおるやん、デビューした年からもう2桁超えるような、はい、スター街道みたいな、はいはい、まあ、最近で言うただからオリラジとかキングコング86もデビューから超えてましたね、超えてた、超えてました、風水屋とかもすぐ行ってた最初はね、うん、あそんな、はい、あ東京のテレビで出て、うん、テレギャラもまあ昔みたいに低いってことはないんだな、まあね、ある程度、ほんでそれが出ることによって営業とかも入るでしょうし、舞台も入るでしょうし、はい、いやでも今から芸人始めるってこれ確かにあんま前は頑張ったらええやんって思ってましたけど、やっぱ真剣に考えた方がええとはなりますね、やっぱりこの今から芸人すんねんっていう人に対しては、うん、はい、で今の NSC 生とか聞いたら、うん、23歳で入ってくる方が多いらしいです、そうね、大卒の方が多いらしい、はい、ちゃんと考えてから入ってくる方が多い、はいはいはい、はい、18とかで、高校高卒で入ってくる子の方が少ない、いやそう聞いた聞いた、僕らの時代ではまだ高卒、僕らおっさん組やったんで23歳やったんで、うん、はい、うん、もうびっくりしましたね、あ、はい、俺の時大卒なんて、うん、おっさん扱いですよ、いやおらんかったんじゃん、うわ、あだからロザンさんぐらいで、うわ大卒入ってきたで、高学歴入ってきた、 NSC11 期生ではおらんかったんじゃん、うん、あおらんぐらいですか、だってロザンさんの、多分一般やろ、すごい年取った人おったよ、27歳とか、まあ、今考えたら若者やねんけど全然、はい、そうですね、ずっとコンパニオンしてましたっていう女の子で27歳の、あ女性の方で、うん、社員とかによう声かけられてたけどな生々しいな、なんか関係者と腕組んで歩いてるの見たけど仕事には繋がってなかったな、思いっきりやな仕事には繋がってなかった、仕事に繋がる雰囲気だけ出されたんでしょ、雰囲気だけ出してたな、出されるんですよね多分ね、バイト十何年できるかっちゅう話ですよね、はい、多分バイト辞めコロナなる前ぐらいにやっと辞めれたぐらいですもんね、そうよね、うん、気づいたらもう40、50なってまいますねこれ、うん、はい、厳しい、いやそんなどうしましょうっていう目で見られてますいや分岐点なんですよね、だから今年も M1 ラストイヤーでそうこれでどうなるか、今からでもケツ割られへん、まあでも割れないですね、割らないですね、はい、何すんねんって割り方が分からないです、ね、割り方が分かんないです、はい、割り方分かんないし、ケツの割り方が困るよな、次の職場の人もな、もし違うし仕事やります言っても、はい、40の新人が入ってこられたのに意外と難しいだよな、難しいですよね、めんどくさいやつになってまいますもんね、もともとめんどくさいしな、お前コンビニで大声出すようなやつやからそうですね、で回し出しますもんね、あなたここです、あなたが次ですとかって言い出したらね嫌ですもんね、そんな人が入ってきたらそんな僕なんですけど、そんな僕、そんな僕なんですけど、はい、僕が38ぐらいになってからちょっとパチンコをやるようになりまして、うん、遅いな、こないで、この間、2年目、今2年目ぐらいなんですけど、初心者なんですけど、うん、まだそんなにこう毎日のように行くような感じじゃないですけど、うん、フラッと行ってみようかってで行ったら、偶然ギャロップの林さんが来られて、うん、お何してんのみたいな、最近ちょっとねちょこちょこたまに来るんすよって言ったら、あそうなんです、何打つみたいな言われて、一緒にやろうやみたいな感じになって、うん、で林さんって結構僕の中では怖い先輩なんですよね、うん、まあ、猛禽類の名しとるからな、あーうわー分かりますわ怖い兄さんなんですよ、目怖いわな、はい、目が怖いというか、そりゃ嫁も別れるわいやいやそれはちょっとね、それはちょっと僕は言うてないですよいや正常位してる時パッと上見たあの目やったそれが離婚理由ではないかもしれないです、離婚理由それやろ、それじゃない、正常位やろ俺だから林のハゲ目いったことないもんね、ハゲてるボケとかやるけどさ、はい、その目が怖くてハゲまで見れてない届いてない向こうはハゲ見てほしいやろな、うん、で、うん、その後に、はいはい、一緒に打とうかってなって、でこのまあ、僕も初心者やし、ちょっとまあ、あの海物語とかやろうかみたいな感じになって、横並びでの席空いてたんですよ、座ったんですよ、うん、はったらなんかこう林さんがこう僕のイメージよりこうなんか大学生みたいな感じのテンションというか、うん、パチンコしてるとかそういうプライベートの時って、うん、こんなめっちゃいい兄ちゃん、
なんか全然厳しさもないし、うん、おお、それなん来るんちゃうみたいな、うん、これこうなったらこれ可能性あるぞみたいな、いけいけいけみたいな感じがあって、うわあかんかったーとか言うので、すごいテンション高くて、あ、こんな林さん見た初めてやと思って、うん、すごい楽しなってて僕も、うん、こう林さんのやつがこうパッとこう、あ、来るかもしれんみたいな感じになって、うん、ボタン押してくださいみたいな、海物語とか貝殻みたいなとこパッと押して当たるか外れるかみたいなあるんですけど、うん、その時とかいきなり帽子パッと脱いで、うん、自らそのハゲを出して、うん、拝んで、うん、ってやって、うん、ほんでそのボタン押してくださいのその貝殻のところに頭を自ら持っていって、その頭で押してくれるみたいな、うん、サービス精神旺盛なんですよ、強気やん。ほんで一発目バーンってやって、あってやって、そのまま頭でそのボタンをポーンと押したら、キュインキュインキュインっつって大当たりってなって、そしたらもうその目の前にいるカメやらエビやらがふわーってなって、もうピカピカ光って、林さんのそのハゲの部分でもうプロジェクションマッピングみたいになってるんですよ。ほんでうわすげーなってなって、そのもう丸み帯びてるかも立体のプロジェクションマッピングみたいになってて、これすごいな林さん言うて、こんなハゲ使う林さん初めて見たってなって、うん、いやめっちゃ楽しいなと思ってて、入った方が単発やみたいな、またちょっとあのちょっとその瞬間あの怖い目に変わって、 あ林さんまたなって思ったって思ったら、もう僕のとこ来そうになったら、ああいいやいいやとかで、おく来た来た来たってなって、でまた林さんのとこに、あ可能性あるっつって、うん、来た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 ってなって、ボタン押してねってなって、そこにもう一回やって上げてパーンと押したら外れやって、うん、画面真っ黒になるじゃないですか、うん、その瞬間もうハゲの部分にもその真っ黒が映って、うん、林さんの髪の毛がめちゃもっさもさに見えました。もっさもさには見えんやろ、平面やねんが、ふさ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 やろ、もっさもさってなんなん、うん、初めて林さん、いや見えんやん、塗ったように見える可能性はゼロじゃないけどな、もう林さん毛生えてる、頼むから嘘だけやつくな、だからもうまた持ったやな最後。そこまでなんか楽しいね、うん、なんか話ですけど、盛るっていうか、その林さんがその毛を持ってたっていう、うん、いやいやいや、もう言い訳だけはよどみなく出てくる暗く、あのブイーンってね、画面がブイーンって暗くなって、うん、それで真っ暗がもう林さんのハゲに映って、うん、もっさもさもさならへんやん、映らへんやん、生えてる黒は映らへんやん、そうそう黒は映らへん、それあのエビやりエビとかタイとかがバーってのは、うん、まあまあまだめっちゃおもろかったけど、それはめっちゃおもろいよ、うん、それめっちゃおもろい、黒は映らへんやん、黒映らへんからもっさもさが、なんで嘘つくんや、うん、じゃあこれ嘘じゃないんすよね、まあ、そう見えてしまってるんですよね僕の目に、より肌色に見えますよ、うん、言ったら、うん、黒がブーンとなったら、はい、であいつ別にそのテカってるハゲじゃないやん、マットなマットなハゲじゃない、マットベージュっすもんね、マットなベージュっすもんね、かっこよく言うな、うん、マットベージュいやでもあんな僕楽しそうな、パチンコ行ってたら離婚もなかったやろ、いやあそうなんかな、そこもチェック項目ですか、怖いで、あんな名のやつ帰ってきて負けてて、セックスしたいとか言い出していやそれはいいじゃないですか、普通のことですよね、信じられへんわ俺、いや言い切れないっすよそんなに、一時期とはいえ結婚してた奥さんの気持ちが、いやいや信じられへん、かわいそうやな、絶対嫌やもん、まあでもかわいそうです、あのでも心はすごい男前な人なんでかっこいいとこありますよ、それはな、はい、うん、なんか僕ちょっとジャージみたいなちょっと履いてて、うん、ちょっと林さん喫煙所で目合わさずに空中見ながら、そのズボンなんかいいなみたいな言ってきて、うん、あ、ありがとうございますみたいな、楽そうやなって、あ楽です、あとしばらくこう一吸い溜めてふって煙吐いて、うん、そういうの好きよって言われました、うん、林っぽいなめっちゃかっこええやん、うん、どこでかっこええねん、いやいやズボン楽そうなズボン入っただけやで、すごい林っぽいエピソードやけど、あら、うん、立つな、そういうの好きよって、うん、なんで今の煙のためなんやったんや、一、うん、回にこっち入れるツアーあったか、うん、それはほんまやわ、はい、林さん、はい、うん、その辺で騙されて結婚してんのな奥さん、前の奥さんそういうの好きよって、うん、そういうとこ好きよみたいな、ね、結婚しようかとかも絶対目合わせてないですもん、ね、目合わせてないから、ね、絶対合わせてないですね、うん、はい、うん、目合わせてみたら怖ってなって確かに怖いっすね、一瞬怖い時ありますね、うん、あ、歌舞伎役者みたいな目ですもんね、うん、言ったらキリッとしてて綺麗ながというかな、そうですね、うん、
まあでも優しい、うん、そんな優しい林を使って嘘ついたあかんぞ。そうですね、嘘はしてないですよね。僕の中ではもう完全にふさふさなったというか、もっさもさというか、もっさもさにブーンブーンってなった瞬間に真っ黒、いやいやハゲ、ハゲが真っ黒になってました。それは映らへんやろ。黒光りしてるぐらいの、それは、うん、映らへんね。そうっすよね、肌色映ってたよな、映ってたんすよあの日。映ってるように見えたんかもしれない。その前にあのプロジェクションマッピングみたいな、ハゲジェクションマッピングというか、それ見た。言い訳だけ淀みなく出しやがって。じゃあお知らせの方、はい、はい、それでは天賀さんからのお知らせです。大人になったらね、18歳を迎え大人になった皆様を祝福する大人になったら天賀キャンペーンが好評開催中です。18歳から20歳の方全員にご祝儀として特別デザインのポケット天賀を差し上げます、うん、全国の天賀取扱店約300店舗にて年齢が確認できる身分証明書を見せるだけ。特別デザインのポケット天賀はなくなり次第終了の数量限定となりますので、お近くの天賀取扱店へお急ぎください、うん、詳細はキャンペーンページをご確認ください。検索ワードは大人になったら天賀で検索してくださいということで、まあまあ例えばドンキとかですかね、もう取り扱ってますし、それ身分証明書持って18歳から20歳やったら天賀もらえるっていう、これ男気キャンペーンです。男気キャンペーンやな、男気ですよ、うん、こんなや男気は、そうですよね、うん、っていう、なるほど、はい、ぜひお急ぎください。天賀プレゼンツドナイトワールドカフェ天賀茶屋、どうぞ。この時ね、851で、はい、そのあだ名お行きください。黒でもうサボさん、もうサボさんっていうのがもうサボさんも気になったし、黒はね映らないですもんね。映ってたっすよね。なんでなの、そこもるんや。そう見えたな、なんで映ったんですかね。影に映ったかもしれないです。影っぽく見えたかもしれないです。落ち込んではるのも同時にこうあーって打ちひしがせる感じで、うん、その漫画とか描くときにザーってこう描くじゃないですか、うん、それが見えたかもしれないですね。もう言い訳だけ淀みなく淀みがないっすね、うん、湧き水みたいにそれだけで生きてきてんなお前。男気一本なんですよ。言い訳淀みなく一本じゃないですよ。男気一本なんですよ。はい、こちらのコーナーではリスナーの皆さんから送っていただいた大人のフレーズを大人の色気ムンムンでさくらまなちゃんが紹介、851リスナーの今夜のおかずにしていただこうというコーナーです、はい、メッセージが採用された方にはレベルに応じて天賀茶屋オリジナルステッカー付き、男性向け天賀、女性向けいろは、いろはプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。はい、まなちゃん今週もお願いします。はい、よろしくお願いします。まなちゃんの新作がここに出ました。はい、今日はパイ丸出しの、ほら丸出しっすね。よくよく考えたら、はい、横に一緒に座ってるブースにいるこの乳首見れんねんで俺ら、はい、見ようと思えばです、ね、ありえないことです、ね、ありえないことよ、はい、うん、いやこれは芸人になってよかったです、うん、本当に。あ、本当ですか、はい、確かに。僕は妻がレワンロップされてるところが見たい、うん、旦那が仕込んだ絶倫マッサージ師に強制的に生かされ侵される姿を盗撮された美人妻。あ、少なからずこういう衝動はあるやろからね、人には。人にはね、少なからず、はいはい、そうですね、やるかやらんか別としてってことですね、はい、うんうん、持ってしまった瞬間に打ち消すんですけどね、うんうんうん、これ女性にはこういう衝動あるんですか。ああ、私のパートナーがエロエロ女に腰を向き振ってるとこをどっかで見てみる。ああ、でも私はありますね。少なからず、少なからず、少なからずあります。猿みたいに腰振ってんのよ。ああ、スケベそうな女に。いやー、それ見たいですね。少なからず。少なからず。どんぐらいや。悔しい女にしてみたいね。いや、してみたいですね。悔しい女に確かに人生で一回ぐらいしてみたいな。そうなんですよ。悔しいっていうのが。悔しい。ぐらいはね。うん、1回ぐらいは絶対若い時にしとくべきやったんでしょうね。お前な、はい、惨めオナニーしたいな。惨めオナニー、なんやねんやろな、この人間のこの心理は。うん、不幸なことを したいっていう、ね、根っこが M なんすかね、人間というもの自体が。やっぱまあ背徳感に
燃えてしまうというなんか人間ならではのあれがあるのかな、うんうんうん、絶対怒っちゃいけないことやからその逆を考えてしまうって感じですよね、うん、破壊的なね、うん、打ち壊したいみたいな崩壊的な、うん、崩壊するもんね、うん、そこでまず、うんはい、ボノボって知ってる？ちっちゃいさあるやねんけど人間に一番近いって言われてんのよ、うんうん、そボノボは自然界ではかなり少数派の、うん、あの正常位すんね、うん、うん、で女性が果てそうになった時に、はい、オスディープキスするらしいよ。近い愛情あるやん。うん、すげえ。すごい。キスするってほんまに人間以外で聞いたことない。まあ、しかもディープキスやって。ええー。マナちゃんはどっちかテストしたいんやけど、うん、他にも正常位する動物いて、はい、アメリカザリガニやねんけど。そうなんですか。うんうん、アメリカザリガニ正常位やねで、はい、メスが絶頂を迎えそうな時、うん、オスどうすると思う？あさっきはディープキスでしたもんね、うん、そうそう抱きしめるみたいな。いやあそれが、はい、ハサミで、はい、メスの両肩を押さえつけてくる。ええー、マナちゃんは、はい、今の気分ボノボかアメリカザリガニ。何の質問ですか。何の質問ですかそれ。究極の選択やったの。こういう究極の二択でした。これで考えたことがなかったな。普段ボノボの時にはアメザリがいいやっぱり。あやっぱでもアメザリの方が結局求めちゃうんだろうなって気がしますよね。例としてはね。旦那がボノボやったら、はい、突如現れたアメリカザリガニが気になってしゃあなくなる。いやどうなりますね。職場に現れた。アメザニが全部重なってくる感じですよね。あ、まあ、少女漫画的パターンよな。そうですね。ド S 男が出てきたらやられてしまうっていう。いや本当そうです。でもアメザニそうなんですね。そうなんですね。すげーな。逃げんようにするんかな、もしかしたら。えぐいですもんね。えぐいな。面白い。ああ、すごい面白い面白い話。正常位する動物。坂のアメリカザリガニあったの。なんでそんなことになったんですかね。はい、ボノボは天敵が少ない上に、はい、あの身が軽いから木のてっぺんでやるの、はい。だからその攻撃を受けずに済むから安心してしてるらしい。じゃあバックは急いでしなきゃいけないから。そう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 。だから人間あの縄文時代まではタッチバックやったらしいから。いつでも逃げる。お互い逆の方向右見て左見て警戒しながら、しかも真っ昼間にやるのが礼儀やってんて。夜は獣が動き出すから。危ないんだ。真っ昼間みんながいる前でやるのがムード作りっていう。安心してなかったでけへんから。なるほどなるほど、ね、気持ちの余裕がないと正常位に行かないですね。そうそうそう、家建てて壁できてからやろね、夜にやりだしたの、うん、なるほど、うん、はあでも確かにね、バックやったら見渡せますもんね。そうですね、逆の方を見てたらしょ、女は右、男は左、すぐ動けますね。正常位はもう真っ正面した、正常位は危ない危ない危ないですね、うん、なんかあっても解散できないですもんね、うん、そうそう後ろも見れないし、うん、この辺の聞いてからまだちょっと今正常やめてるけどね、俺その戦いを忘れてないさ。立ちバック中心に、うん、俺は本能薄れてないぞっていう。あすごい壁の中へのに分厚い選んで、壁の中へのにオートロックのマンションへの壁何十万あるやん。敵防衛だよ。タッチバックと普通正常やったらどっちがこう感じるんですかね、女性って。そういう人によります。あでも私はバックの方がいつでも抜けちゃう感あるじゃないですか。正常位だとなんか相手次第じゃないですか、はいはいはい、まあ、自動的に抜けること正常位じゃまあないわね、うん、なんか好きですね、感じやすいですね、奥まで行きやすいっていうのもあるかと思うんですけど、でもなんかその視点でやり始めたらちょっとなんか変わりそうじゃないですか。うん、人間としてこれでいいのか。俺が変わってるからな、もう正常位を捨てたから捨ててしまったんですか。捨ててたは言うてない。あんなもんはこう平和に毒された愚民のやることや。初めて聞く理論。もう一回拾った方がいいですよ、その正常位。ステント捨てる正常位。面白いね、動物の世界。いやー面白いですね。あアメリカで。それでは今夜もマナちゃんにセクシーフレーズを紹介していただきます。マナ、はい、ちゃんよろしくお願いします。はい、まずは神奈川県のデビュー戦反則巻さんからの、どうぞあちこちでお聞きください。わー
ねえ、だからもう行ってるってば。行ってる。うん、もう行った。行ってる、もう行ってるってば。え、そこやばい、そこやばい。行きたい、行く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 。これは日本のどこかに旅行に行こうとして、この件はと友達にプレゼンしてもらっているマナちゃんです。マナちゃんまだ行ったことない県ある？いや、いっぱいあると思います。いっぱいある多分。 あの九州とかは制覇できてない、うん、へえ。東北もとかも東北って全然行ったことないですよ。そうか、そうか、はい、青森、秋田も。あ、俺は全県余裕で行ってるけどね。そうか、そうですよね。ロケにしろ、ロケにしろ、ライブにしろ、ライブにしろ。どこが一番飯うまいかったっすか、全日本の。一番飯うまいやっぱ、まあ北海道か福岡かな。ああ、やっぱほんまにそうなるんすね。そうっすね、いろいろ回ってる人だ。そういう意味では北海道やろな。福岡は、はい、やっぱ九州の美味しいものは福岡に集まるから、うん、福岡のものかといえばちょっと疑問がつくというか。はいはいはい、北海道広いですしね、場所も。北海道は地産地消でうまいからな、輸入なしで。うん、どこ行きたいかな。じゃあ私は行ったことないとこで鹿児島行きたいですね。おー、鹿児島。はい、鹿児島ってほんま特殊やからな。うん、世界でも珍しいと思う、あんなとこ。どのあたりが一番違うんですかね。鹿児島って鹿児島対日本で戦争してるから。そうっすよね。あ、鹿児島対イギリスでもやってますよね。やってんのよ。で、鹿児島ってだから確かに他の九州の人も何言ってるか分からへん。それわざとやね。その時にだからスパイ炙り出すためにニュー言語を作ったのよ。うわ、だから鹿児島弁ってすごくて、はあ、うん、本気出されたもん。ほんまに沖縄の人以上に何言ってるか分からへん。全開で喋られたら、はあ、それって若い方、今の若い方とかも、若い子も喋る。そうなんですね。ゴアスみたいな。そうですよね、ゴアス。なんかその地元の人で砕けてきたら出てくるんですよ。あ、確かに聞き取れない、絶対聞き取れないし、うん、鹿児島と山口ってやっぱこうすごい歴史的にすごいですよね。なんかね、やっぱ総理大臣めっちゃ、山頂ね、山頂ね、結局鹿児島飯うまいで。いや、美味しそうと思って。うまい。いや、鹿児島の豚はやばいよ。そう、黒豚、うん、やばい、うまい。まあでも全部福岡で食えるけどな。集まってっちゃうんですね。しかも多分一番のいいものはまず福岡に回すとか、うん、そうか、高級店とかね、いいとこは福岡に下ろすっていう。確かに。でもゆっくり行きたいですよね。手っ取り早く美味しいものってよりかは、はい、ゆっくり回りたいなって感じが、ね、鹿児島とか。あ、鹿児島をね、うん、あ、いいですね、鹿児島。鹿児島は行く機会ないんですよね、全然。もうなんかイベントとかも、鹿児島ってほんまだから他の県との交流があんまないというか、う、九州の中で。それすごいな。俺もうカルチャーショック受けてんけど、はい、鹿児島王将あんねん。知らん。何それ。知らない。特別に許してもらってるらしい。鹿児島だけの王将、うん、なんか俺も調べたら、はあ、その京都から許可受けて、はあ、特別にやらしてもらってます。うわー、それは聞いたことないっすわ。大阪王将で出してダメだったんですかね、鹿児島。大阪と京都ってまあ源流は多分一緒やねんけど、今違う組織なの。大阪王将っていうと餃子の王将は違う別会社なんですよ。確かに。はい。そんな中鹿児島も王将あるの。それは知らなかった。確かに新幹線も最後にね、こう繋がりましたもんね。言ったらこの何十年ぐらいで。許可せえへんかったんかな。わからん。そんな簡単に繋げてほしくないみたいな。あったんかな。わからんけど。でもいいな、なんか。いや、でもロマンありますね。かっこいいですね。旅するか、マナちゃん。あら、そろそろ。いいですか、ちょっと。天月は。天月は。僕らも全然行きますね。いや、お前らはちょっと、リモートで。いや、楽しくないですよ。そんなんいいっすわ、僕らも。楽しくないですよ、僕らもいいです、リモートやったら。いや、それ鹿児島いいですね。こっちは美味しそうですね。あ、それ鹿児島王将なんだ。すごい、もどかしい中継なんじゃん。もどかしすぎるし、楽しくないと思います。こちらの方には、はい、天がエッグスフィアを差し上げます。続いてが宮城県のおみくじあたりさんからの動作地ご一でお受けください。わお、急いで割れ目に先っちょ入れなさい。はい、次は梱包をしっかり押さえて外さないように。少しずつ出してもいいし、自信があるなら一気に出しなさい。
いい感じよ。すごいすごい。穴の中が満たされてる。あ、もう出しすぎなんだから。でも初めてにしてはうまくできたわね。これ速乾性セメントチューブを使った穴の補修作業を指導するマナーです。シチュエーションがちょっと速乾性で速乾性で、ね、これ、ね、俺の中での俺の中ではあるあるネタだけど世間もそうなんかな。今まで歴代の彼女、はい、全員歯磨き粉を真ん中押すのよ。ちょっと待ってください、ね、俺は端から押すのに。ちょっと待ってください、ね、女の人ってそうなんかなって。ああ、でもそうかもですね。歯磨きごと、あと、うん、チューブ状の豆板醤とか。うん、でも、もう言われれば、確かに。言われれば、自分のターンの時に、そう。えらいやってる感じしますね。そう、自分のターンの時に俺もだから下からやんねん、はい、またもう一回。やってる気がする。それ短パンの時でもですか？短パン？今言わないですよ。関西弁の短パンみたいに出ましたよ。短パンの時ですかみたいな。あの、短パンの。パンパンの時もパンパンスタートから下からやるの。終始そうやる、うん、ちゃんと見てマヨネーズもケチャップも、うん、いっぱい入ってても、うん、量が少なくなってじゃなくて、じゃなくて最初からずっと、最初からずっとやった方が絶対全部絞り出せる。なんか女の子って真ん中簡単に押すねんなって、確かにずっと思ってんのね。これもしかしたらほんまにすごいことを言ってはるかもしれないです、ね、な、うん、だってマヨネーズとかも僕一緒に暮らしてるじゃないですか、うん、僕が全部整えてますわ。なんか真ん中へこんでますわ。そう、俺も今までずっとそうやね。自分が使うときは、僕はケツからやってんのに自分が使うときは真ん中へこんでるんです。そうやね。で毎回やる感じ、いや、わかるなそれ。これ女の人って意外と、え、なんでなんですかね。青なんちゃうか。いや、そんなこと言わないでください。とんでもないですよ。いや、その未来見えてないのかなというか。でも、もしかしたらでも今を楽しむっていう、まあ、今を楽しむ、いいように言えば、はい、悪いように言えばこの先の苦労を見据えてないというか、でも確かすごいあるあるだなそれ、普通にあんま考えずにそういうことやってるから最後の最後こう絞り取るのはありますよね。絞り取るのは最後の最後苦労させる。最後の最後は最後の最後でなんか勝手に巻いたりしてんのよ、もう歯磨き中。ああ、そうですね。うん、はい、それ巻かんでもええのにって話ですもんね。そう、指でしっかりやった方が出るのに、はいはい、すいません、ちょっと楽しんでるとこ申し訳ないですけど、はい、答えが出ちゃいました僕。え、何ですか。答え出た。出ます。すごくないですか。答えプロフェッサー高典。これちょっとごめんなさい、今そんなおったそんなおったプロフェッサー高典。僕初めて聞きましたけど。わかりました。はい、女性はこれ結局化粧につながってて、化粧してる時にこんな両手をこうやって端からできないじゃないですか。うん、だから化粧でチューブは慣れてるんで、真ん中をパッと押すんですよ。すぐ出せるから。でも両手、片方はパフ持ってたりするから。で、その化粧で慣れてるから、そういうチューブをそういう使い方するっていう。はあ、でもこれはでも、ありえそう。ありえそう。だでも、結構もう、急いでること多いじゃないですか。うん、化粧とか、なんか絞るときって、うん。料理のときも結構もう慌てるから、そうか、ゆっくり作るとかないですもん。あ、必要だったらマヨネーズみたいな。しないとやめない。だからそんな考えてないです。両手でもできないし。うん、だから、化粧をする女性はそういうふうになってるというの。あるかもですね。女性やってた。確かに。今、ピンときました。はい。歯磨きそうも。歯磨きそう。歯磨きそう。歯磨きそう。吐くそう。説得力なくなった。なくなったね。次行こうか。確かに。せっかくええこと言ったのに。怒られたこと確かにありますもん、過去に。ちょっと、なんでこんな使い方するの、うん、それでも化粧でそうなって。なんか男女逆っぽいけどな。そうですね。本来のこの、本能的に言うと。はい、いや、これはちょっと決まったんじゃないでしょうか。あ、え、わかりました私。え、違った。プロフェッサーマナー。まくるん、まくるんすか。まくれるこれ。高野に気持ちよさそうしてましたよ。いや、まくれる。プロフェッサーマナーの意見。なぜ男性が端からやるのか。はい、射精するときチンポを絞り出すじゃないですか。絞り出す。あれ端から端持ってるじゃないですか。端から。俺もだからね。端と先ピッて持つじゃないですか。はい、あの習慣なんじゃないですか。確かに俺もバックザーメンを少しでも減らすために金玉の裏に指グイッて入れてる。いやー、押し出してるなそれ。やっぱそれだ。金玉の裏の部分がマヨネーズでいう底の部分ですね。そうだ。いや、そんなんそれ。それでも出るのがバックザーメンやけど。バックザーメン。それ畳まれた日にはもうたまったもんじゃないですもんね、金玉。めちゃくちゃ気持ちいいんちゃう。
金玉畳んでくれたら。あ、まあ男性はそういう両側からもな、ちんちん縛る時の両側の答えでいきます。理論はあるということですね、うん。いやだからそのプロフェッサー高則とかプロフェッサーマナじゃないマジの人に調べてほしい。憶測じゃなくてみたいな。こんな天下茶屋の2人じゃ結構考えたけどみたいな、うん。こちらの方には天下オリジナルバキュームカップを差し上げます。はい、じゃあ満を持しての満を持して満を持して、はい、はいはいはい、鈴木高則さんよろしくお願いいたします。はいはい、じゃあ早速いきます。はい、東京都のキモクナイマンさんからの堂々立ち声でお聞きください。ねえ高則さん、そこじゃないよ。じゃがましいわ、わしがここ言うたらここなんじゃ。違う、もう少し上。どっちでも変わらんじゃろうが。あ、そこじゃないの。うるさいの、ここか。ここがいいんか。あー気持ちいい。おお高則さん、すっごい気持ちいい。気持ちいいよ、ありがとう。なるほど、シップか。これは手の届かない背中にシップを貼ってもらうマナちゃんとそれに興奮されてる。ちょっとやりすぎではありましたね。やりすぎやし、お前が貼られてる方みたいになってないんや。おお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 そうか、僕は貼っててそれに行く。おおめっちゃうるさいな、これちょっと貼ってって言うだけでこんな言われたら。そう、お前が貼られてる方の演技ですね。あーなるほど、ちょっと1本取られました。1本取られた、1本取られました。貼られてると思った。やられましたね。はい、こちらの方には久々にちょっと出します。え、テンガスピナーテトラを差し上げます。なんで自分の時にええやつだっすか。いややっぱね、自分の投稿してくれたんで、はい、考えてくれたんです。そういう、はい、そういうのも、そういう、はい、忖度は入ります。はい、忖度入ります。これは紛れもない忖度だ。紛れもないです、ね、ちゃんと忖度。はい、どうぞ851でお行きくださいのセクシーフレーズのエントリーは FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。マナちゃんには続いてのコーナーにも参加していただきます。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。天ガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天ガチャヤ、天ガギリギリ大喜利。さあ、このコーナーではテンガチャやリスナーからの大喜利メッセージを紹介していきます。メッセージが採用された方にはレベルに応じてテンガチャやオリジナルステッカー付きテンガシリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。はい、お題は周平魂風最大級の男気とはです。はい、男気一本、周平魂一本でやってる男、はい、男気一本でやらせてもらってます。いきますよ、はい、埼玉県リリコのチンパーデッカイゾの周平魂風最大級の男気とは、胃の肉干からび倒してるんで無限に食べられますわ。というも、照り焼きマックバーガー3個で腹パンパンになった。これ分かってないね、この人。まあね、照り焼きマックバーガー1個でダメなるよ、こ、ね、うん、もう、もうちょうどいいですわ。これ以上食べたら。いいことないですわ。まあそう、食べる、これはほんまにそうです、ね、量を食べれるのが男気とは僕の中での男気界では、うわ、男気とはなってない。まあでも、はい、かつてのね、猛将と言われる中国の武将たちは、はい、漏れなく大食いで大酒飲みやった、ね、戦の前は大酒飲んで大飯食らっていくみたいな、これは男気ですよね。うん、でもやっぱその腹すかして狩りに行くような感覚の方がやっぱ僕の方が強い。狩りにな、はい、もう借りに行くって言ってた。金借りに行くみたいな。借りに行く感じの方が、そうですね、目の下黒くしてって感じですね。そっちのイメージの方が僕の中で男気かもしれないです。腹すかして10円ほんまに食えないです、うん、小食です、ほんまに小食男や。じゃあ小食というか、そのいやいや、言い訳すごいな、お前言い訳だけはほんま、はい、でもね、あらゆる角度からパンチ出してきようなんだ。そうですね、これはでもね、僕はね、認めてるというか、でも大食いに憧れがあるんですよ。気持ちよさそうやなと思うんですよ、喉の中にこう飯どん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 入れていってる様が。大食いファイターの人とか、フードファイターの人とか、だからそれ羨ましいから、ほんまにあのカレーライスとかをティースプーンとかで食べたりしたりする時ありますね。むっちゃ食ってる感じ。男気やねん。
男気ないやん。ないや男気。そうしてでもその大食いを味わう男気っていうの。男気ないやん。ないよ。そういう種類の男気も僕はあると思うんですけどね、僕の中では。ああ、そうだって言ってたよ。こう男気一本ですね。早いな、返してくるのマジで。うん、めっちゃ早い。めっちゃ早いですよ。ほんまにいじめられてたんか。違う。なんか防御策を張ろうとして。ちなみに照り焼きマックバーガー1個は、ま、いけますね。ビッグマックっすね。ビッグマック1個でちょうどいい感じになります。いやいやいや。お前食われへん。たまにおんねん、ビッグマック食われへん男。僕いけます。たまーにおんねん。僕ビッグマックめちゃくちゃいきますよ。こんなことを言ったらもう現代ではものすごい、はい、あの批判されて差別主義者言われるけど、はいはいはい、ビッグマック食い切れない男のことを俺今まで人生どんだけ罵倒してきたか。一緒です。え？僕もビッグマックめっちゃいきますから。遅いねお前食うの、うん、めっちゃ。めっちゃ行きますね。めっちゃ遅いですよ。ほんなんか、うん、あんって一口が小さいやつ言うじゃないですか、うん、あれなんかもう見ててな気持ちよくない。味わうんすよ、味わうんすよ。それやねんって、うん、まあ、さっきの動物のセックスにしちゃうけど、うん、やっぱ食事の早い遅いも、うん、戦いを忘れてるか忘れてへんかやねんって、うん、はあ絶対あると思います。それはその外敵が襲うのはセックスしてる時、寝てる時、うん、はい、食事の時で三大欲求に夢中になってる時に、うん、一番成功確率上がるから狩る方は襲うのよ。なるほど、うん、だから、うん、常に危険と向き合ってる、うん、動物は食事短い、うん、だからさっき言わせてもらったんですけど、その言い訳だけよどみが出てくるな。狩る側の人間やと思ってる。いやいや、自分がさらすかしてティースプーンでカレー食ってる。お前言い訳なってないんださっきからずっと、うん、早いは早いですけどね、うん、こちらの方には、天下エッグウェイビー2を差し上げます。兵庫県鬼居酒みかん。周平魂風最大級の男気とは、意味が曖昧なニュアンスという横文字でごまかすのをやめて、日本語で表現の微妙な違いと言い始める。要ニュアンスで周平使うんですね。ニュアンスって言葉使うんですね、はい、でこれはないですね。でもまあこういう言い回し好きやん、なんか、いや、はい、表現の微妙な違いみたいな、うん、言い回し好きですね、うん、はい、うん、だけどまあニュアンスっていう言葉ももう好きなんで、でもこのごまかすっていうのはちょっとあのやめていただきたいとはありますね。ごまかすんじゃなくて、そのニュアンスという言葉をこうもっとこうなんていうんですか、ニュアンスって僕めっちゃいいと思うんですよ。ごまかしたよ今。浮かばんかったからごまかした。今完全にごまかしましたよ、うん、今のは浮かばんかった。確かに言うな、いや今ごまかしたんだ。間違いない、うん、でもほんまニュアンスっていうなんていうんですかね、この言葉が男気あると。男気あるね。そうなんだ。なんかほど遠いですね、ニュアンスっていう言葉と男気って言葉、うん、遠い感じかしら。っていうんですかね、女性がなんか使うの。あの僕ね、言葉足らずな、比較的女性的表現というか、うん、ニュアンスで感じ取ってる、はい、とか美容師さんとかがこうニュアンスパーマとか言ったりするじゃないですか。言うんすよ、はい、言うんですけど、だからちょっとそういうような感じあるかもしれないですけど、このニュアンスっていう言葉で一括りすることによってどういうことが起こるかというと、うん、口数少ない言葉足らずななんか男の感じなんですよ。そこだから芸人としては絶対高い。いやこうこうこうでこうこうでこうこうこうでとかでもいちいち説明するよりそこはニュアンスでいこうかっていう、もうザンとドーンと行こうや、そこはザンとドーンと、はい、ザンとドーンと行こうよっていう感じの空気感の男気でやってますね。そういうマナちゃん分かってくれてるような感じしますね。いやいや、ちょっと分かってない。分かんない。意味はザーンとドーンと意味分かんないですよね。ザーンとドーン。やっぱニュアンスっていう言葉にしてほしいですもんね。うん、これは僕だから便利やからこれでごまかしてるっていうのはちょっとやめていただきたいですね。僕はこのニュアンス、ついさっきごまかしたとこが満点下にさらされたんやで、お前。そうです。さっきのは確実にごまかしてしまいましたけど。うん、ああ男気ある。でもあそうそうそう。そば認めるんですよ。うん、僕って。でもその。なんていうんですかね、言いたいことというか、そこは一個返す刀で言い訳っていう、うん、ここがスケベ根性なんですよね。天下のあのライブ、うん、ジャスベリーです今の。だから小葉さんがそうやってお前返す刀で言い訳だけはすごいなっていうのをよどみないなっていうのを言ってくださってたから、この波に乗っていこうという僕の中でのこれに対して別に今なかったのに、もうその波に乗ってしまいたいっていうそのスケベ根性が出たんですよ。あ、それ待ちしてたんや、うん、そう、あ、それで今言うてて、はい、だからちょっとそのごまかす感じになってしまったんですよ。だから言うことがなかったのに、じゃあ周平魂が俺を操ったわけやな今。あ、誘導したわけやな。そういうことですね。一瞬誘導しようとさせていただきました、男として。
男付き合いがいいみたいな、はい、男同士の話やで、男同士の話やから、うん、なんそれ言ったらいやこうお前口挟むな、男同士の話やろ、コバさんと俺のこれ俺とコバさんの男同士の話やから、いや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 、うん、まあ買いたいの話、俺がそうコントロールされてんな、いやコントロールさせていただこうと思ったんですけど、いや全然無理やったってことなんですよ、ほんで結局ごまかしてしまった感じになって、そこもむき出しです、むき出しです、むき出しですもうそれ認めるしかないです、もうごまかしてしまいました、いじられた、はい、ごまかすのやめてって言われてるのに、うん、結局ごまかしてしまった、言い訳の時だけは噛んだりもせえへん、そうですねトークの時はあんだけねえなごちゃごちゃってなるんですけど、生のこのライブ感がいいんですかねアドリブというか、言い訳には慣れてますだけは絶対認めへんわけやな、はい、アドリブ強いっすいやいやいや、強ないよ、じゃあ何かあげてくださいはい、こちらの方には天がエッグボクシーを差し上げます、大阪オイリーボイボイ、主演魂風最大級の男気とは、今年は例年以上の花粉が舞っているので花粉症の人たちへの気遣いからあえて風を吹かさないよう芸人としての身を削っている、あこれほんまやったらすごいよな、これはほんまやったらすごい、いやこれは男気周平魂、マジでほんま男気一本で別に何の笑いもないんですけど、男気一本で行かしてもらっていいですかはい長いな、男気あるやつにしては風は吹かしたいです、おお、はい、芸人たるものをそんな花粉症の人たちへの気遣いで、うん、芸人としての身を削ってわざと滑るようなそんなことはもう絶対1ミリも考えたことないです、うん、ほんで実際の風邪じゃないし、うんうん、はい、うん、その僕がここで風吹かしてとって、うん、外のそのね、ナンバー8の方からバーンとそのナンバーのね街の中に風が吹き荒れるわけでもないですし、うん、ここははい風を吹かさない方が芸人としての身を削ってるって言うんかもしれないですけど、いやマジでぶつかりに行ってそこで打ちひしがられてます風吹いてないです、なんか知らんけど受けてへん、受けてないです、あここでですよ、えいや受けてるとこもありますよ、それ全部が全部こんなんやったら僕もうここまで15年やってこれないですよ、さすがのまあまあまあさすがの男気一本ほんまに男気一本じゃ無理っすよ、それ薄めっても行きますよってそれ情報にあっちゃう、じゃあ俺には嘘ついてんな、で何をですか、男一分だけでやらせてもらってますけど、確かにそれはそれでちょっと嘘じゃないんですよね小葉さんに対しては淀みないな、はい、小葉さんに対しては僕は男気一本でやらせてもらってますっていう、僕は小葉さんが男気一本の人だと思ってたんで、違うついに現れましたよっていう、そんなこと言ったこともない、はい、男気一本でやらせてもらってます、小葉さん待ってたでしょっていう、弟子っ子ですよっていう感じですはい、弟子っ子ですよっていう、ようしゃべるな、はい、可愛がってくださいよっていう感じで、ようしゃべるで、ようしゃべりますね流暢に、でもやっぱそこの空気感が伝わったのか、もう出会わせていただいてスタジオ初めて入ったその日にはお前ちょっと番号教えとけやみたいな感じで言ってくださった気がするから、そこを通じたんかなっていう感じもありますね男気が、そんなにちゃうよ、俺可愛いと一緒の時に聞いたんやろ確か、また嘘ついてるよお前俺嘘つき呼ばれすんな、違う違う、お前が言うて俺が嘘つくわけない、いやそこで俺ハワイとなんか3人で飯食ってる時に聞かなかったわけ、違います、はい、当時の番組の A さんの話 の一発目ってこと、一発目のスタジオなわけない、一発目のスタジオで小葉さんとそんな絡んでないで、思うやろ、え楽屋でってこと、違う楽屋挨拶行かしてもらったんですよ、違うよ絶対違う、僕でも場面は完全に覚えてるんですよ、それが一発かどうかっていうのでかい、パッとトントントンって本日ありがとうございました、もうそれも言うたらあの A さんのそのスタジオでも滑りまくってもう打ちひしがられた状態でもう疲れ果てた僕は、うん、それは覚えてる、小林さん失礼いたします、一発目のスタジオめちゃくちゃ滑ってエグかったっすね、エグかった、もう滑ってましたよ、はい、あん時にこいつやばいなと思ったほんまになんかこっちに責任なすりつけようとして、ちょっと待ってくださいよ、あ雨上がりさんとか、そう滑らそうとしてるでしょみたいな、ちょっと待ってくれ待ってくれ、あそうでしたそうでした、うん、なんかみんなして滑らそうとしてませんみたいな、一番ヤバいパターンなの、その時はほんまによどみないな言い訳思ってる自分がいるというか、ほんまにそういう風な感じでちょっとなんかこう、あ若手やからこうやって手のひらの上で転がしてくれたはんやろうなって、だからそこももう嘘なく言った方がいいんかなと思って言わせていただいたんですけど、今から考えたらめちゃくちゃヤバいですねああ別にめちゃくちゃやばい、自分が悪い話、今から考えたらめちゃくちゃ、それやられたら腹立ちます、それやられたらめっちゃ腹立ちますたまにいるんですけどね、たまに俺たまにいるんですけど、ほんまや滑らそうとしてるんでしょ、はい、ちょお前がおもろこと言うてへんねんっていう、はい、その状態が、あれを一本も引かずに20分ぐらいやったからな、やってましたね、
汚い、優しい宮迫さんがちょっとうんってなったからな、あの後垂れて約束してたんやろうけど。いやそれいらんこと言わないでちゃうとこで被害増えてます。それ言わなくていい。珍しく宮迫さんが急いでるなと思って、はい、言わなくていいじゃないですか。ほんでその後にご挨拶させてもらったらもう忘れもせへん、小林さんムッキムキでパンツいっちゃって、ちょうど、うん、おー何やお前帰れみたいな、あーちょっと待ってくださいみたいな、うん、番号交換じゃないっす、すいません。もうええわ。じゃじゃ今ちゃんと、もうええ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 、もういい、また飯でも行くか、また飯でも行くかって言ってくださったんですよ。続きまして、また飯でも行くかです、そのお誘いが、天が VIO メズシート差し上げます。すいませんでした、これ最後です。その話をしとった、はい、埼玉県レディコのチンパデッカイズ周平魂風最大級の男気とは、手から砂を出せるというエピソードトークを披露したサイババに嘘つけと言っておるようだし、これまさに今の、まさに今のですね、今の自分が後輩にやられたら怒るっていう、はい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 、自分後輩されたらムカつきますね。お前の男気はどこにあんねん、はい、もう。いやでももうこれはもう僕は出たんですけど、うん、サイババはまあ嘘なんちゃうかなっていう、いやあんなザラザラは出えへんよ。主演魂光ってたってやつ、ね、俺はほんまに光ってて、金粉、金粉です、金粉や、はい、はい、砂じゃないです、金粉です。まあじゃあどう思うの、その手から金粉出すとかいう人は、はい、信じられない感じが、はい、まあ、はい、一般的な感じとして、はい、思っちゃいますけどね。そうですよね、僕もそうでした、うん、自分が味わうまでは、うん、だから僕も別にそんなそれをね、うん、みんなにやっていこうかなっていう感覚というよりは、うん、実際の事実としてあったんやっていう話なんですよね。だからこれは別に男気とかそういうの問題じゃなくて、リアルをただ皆さんにお伝えしてるというか、はい、そういう情報です。もう僕の手から金粉出ました情報、はい、うん、はご出産の時のなんか喜びみたいな感じの、感動しすぎた時に人間は金粉が出るっていう風な感じにはなるらしいんですよ。でそれが後でつながったというだけの話で、うん、まあでも金粉が出たっていう手から、金粉おばちゃん何そんな、いや俺も見ましたけど、こうなんかキラキラしてるラメみたいなやつやったんですよ、うん、その金粉っていうのは、うん、お前うわー言ってたよお前、いやキラキラしてる、汗やこれすごい剣を広島弁で撮ったでお前あの時、いやラメは言うて、けど金粉っていうのは、金粉って何、金粉っていうのは言うたら俺を金粉として驚いたわけじゃないよ。それに関しては、うん、言わさせていただきますと、長いな小林さん眠そうですね、やめとこっていいですか、めっちゃ急に眠たわけ、はい、ありますね、はい、うん、あります、しんどい、ね、はい、しんどい後輩となんか喋った時そうあります。しんどい後輩じゃないですか。何何何、手のひらキラキラって入れたら金粉って僕は入れてないですよ、手から金粉っていう情報が入ってきたんですよ、うん、でそっから金粉って言い出したよな、まあそうだから金粉なんやなって、うん、ああ金粉やって、これ、うん、正体不明だったってこと、はい、だから人間が感動した時とかに、だからコバさんとかそのマナちゃんとかもこれすっごいいい作品かけたとか、コバさんもすっごいおもろいボケ打った時とかにわざわざ手のひら見ないじゃないですか、うん、その時多分みんな知らず知らずのうちに金粉が出てるんちゃうんかっていうふうなことなんですよ、うん、でもあれやろ、ちょっとお前その分娩というか出産した病院、はい、私立土壁病院やろ。そうやったらもう土壁に手ついてラメついてますよ。なんか土のキラキラするやつ、子供の時の子供の時家の壁でもなったやつ、土壁病院ちゃうかったっけ、違いますよ、どんな病院なんですか、はい、何の話だったかも全然わからなかったですね。こちらの方にはプレミアム10がオリジナルバキュームカップを差し上げます。以上です、はい、はい、お題をどうしましょう、じゃあさくらまな風、はい、最大級の女着いくか、はいはいはい、はい、これはいいですね、対決になるな、対決になりますね、うん、はい、ということで次回からの大喜利のお題はさくらまな風最大級の女着とはです、うん、メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから点ガチャを選んで送ってきてください、それではまなちゃんからのお知らせお願いします。はい、新作のあの DVD も出てますので、うん、AV よかったらあの股間潤していただければ股間潤す、いい表現、はい、父丸見えになってる、父丸見えですね、座れる、座れたりも栗も引っ張られたりも伸びたりもします、引っ張って伸びたりするんですか、ちゃんと繰り返す、わかりました、はい、じゃあまーちゃん来週もよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガ茶屋、この番組はテンガの提供でお送りしました。
深夜1時30分から剣の小林とツートライブ周平魂と高典がお送りしてきました天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋。それではメッセージを紹介したいと思います、はい、京都府の金冠小僧さんからです、うん、ケンコバさんツートライブのお二人こんばんは、先日小籔さんと新喜劇座員さんが出演される番組にツートライブのお二人がゲストで出演されていました、うん、番組冒頭で、よく滑るノリでいじられている団員さんが周平さんにボケを振り、うん、さらに小籔さんからもボケを振られるという流れがあったのですが、うん、何度振られても、周平さんはボケず、うん、最後はその団員さんのせいにせいでおかしくなったと切れるというオチでした。流れとしてはすごく面白くスタジオでも受けているようでしたが、ついうがった見方をしてしまう僕にはボケずにその団員さんに切れた周平さんが笑いから逃げたように見えてしまいました。この行動の是非をケンコバさんにジャッジしていただければと思います、うん、追伸、他の部分では団員さんをたくさんいじって周平さんは大受け、うん、高典さんは最後に大滑りお滑りになられていました。何やこれ。はい、まあ、こればっかり俺も見てないから、ね、そうですね。これでも、うん、一つだけ言えるのは、うん、そのうがってはるなとは思いましたね。うがってはる、ちょっとうがってはります、うん、ちょっとはい、うん、やっぱ見方によっちゃ全然そのそう、そういう風に取れると思うんですけど、僕なりにはずっと一生懸命正直30分くらいボケ続けてましたけどね、うん、はい、でこれ高典さん最後にお滑りになられてました、滑り笑いになってましたってことですね。高典さんは最後のお滑りになられてまして、その後にドガンでしたのが、はい、これは事実でございます。はい、ちょっと待って、どんどん小林さんが眠そうになっていく。もう外すもう外しかけてないですよね今。すいませんすいませんすいません、今から多分帰ってお仕事に。あれや、はい、高典はもう計算、僕は計算です、もうデスノートの矢神ライトみたいに下見て作戦通り、はい、ああそうですね、はい、こう振られました、はい、ここで滑って滑ったらこれ爆発するぞと、はい、滑っ何やらしてんねん、ほんでドカーン、ドカーン下見て作戦通りって、はい、作戦通りっていうの。嫌いな芸人やわ。いやいやいや、そういうことやから、これは、うん、結果出したもんが勝ちやからな。そう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 、計算中は中平はなんかボケずに OK、 はい、 OK です。でもこれ逃げてるっていうのは正直これめっちゃうがってはりますよ。めっちゃうがってはりますでもそらそこは、はい、積み上げたもん、信頼と実績がないわけじゃないですか、ね、はい、僕はちょっと待て、逃げるようなやつじゃないってこう俺も言われへんわけ。そうですね、今の状態でも逃げたから逃げましたもんね、あの当時ね。これリスナーさんが正解やってですね、うん、それしゃあないってことです。はい、はい、こっからは逃げてないもんな、もう一回も、はい、いや逃げたかもしれないですね、なんか何回かはね何回かですよ、何回かがあかんね、はい、かりました、はい、はい、こちらから天下オリジナルバキュームカップを差し上げます。番組ではメッセージを募集しております、マナのケンコバさんのが欲しいのマナティーカルタ下ネタ浄化計画浄化ワードは乳首小指引っ掛けとなっております、それぞれのメッセージの受付はFM 大阪のリクエストフォームから天下茶屋を選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天下をプレゼントいたします。天下茶屋のツイッターそしてインスタグラムも展開しています、ぜひチェックしてください。そして今日の番組のウェブ版をポッドキャストで配信します。今日の放送分は来週月曜日配信予定です。パソコンスマートフォンからチェックしてください。さあそれでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お会いいたケンド小林とツートライブ高典と周平魂でした。さよなら。さよなら。